カナダ歴史博物館カナダ歴史博物館はカナダケベック州ガティノーにある国立歴史博物館である。2013年末にカナダ文明博物館から解消された。首都オタワの対岸にありオタワ川を挟んで国会議事堂からちょうど反対側の位置にある。歴史博物館ではカナダにおける人類史や文化多様性にまつわる文物の収集、研究、保存、 展示を行っている。カナダ子供の博物館、アイマックスシアターが併設されている。博物館入口グランドホール、ファーストピープルホール、カナダホールなどのカナダ人類史についての常設展示に、加えて、現在や過去の他国の文明、文化などについての特別展示も開催されている。オタワから見た、博物館。一般公開展示は、緑の屋根の建物にある。 右側は事務所及び研究棟、小田ワ川及び対岸のパーラメントヒルを背景としたダイナミックな景観を眺望する幅112メートルの巨大なガラス窓やカナダ建上地の氷河や先住民の顔をモチーフにした外観の建築はカナダ人建築家ダグラス・カーディナルの設計である。1856年にモントリオールに設置されていたカナダ地質学研究所の 博物館が一般公開されたことが、この国立博物館の起源とされている。1910年に、オタワ市街中心地にある、現在のカナダ自然博物館の建物に移動、名称もカナダ国立博物館と変更された。この際には、カナダ国立美術館も博物館の一部であった。1962年に、美術館は別の建物に移設された。 1968年にカナダ国立博物館が自然博物館と人類博物館に分割された。両博物館とも同じ建物内に併存していたが、1982年ピエール・トルドー政権が人類博物館を対岸のケベック州春に移設すると発表。名称に異論があったため、1986年のオープン時には募集により、 新博物館の名称がカナダ文明博物館とされた。歴史にもっと焦点を当てカナダ独自の歴史やアイデンティティへの理解を深めることをより重要な目的とするため、2013年に博物館の名称がカナダ歴史博物館に変更された。httpww.civilization.com.com. w ヒストリーオブザ・ミュージアム・ハット、フルテキスト・オブ・ビル・シー・マイナス・ナナ、アン・アクト・ツー・アメンド・ザ・ミュージアムズ・アクト・イン・オーダー・ツー、エスタブリッシュ・ザ・カナディアン・ミュージアム・オブ・ヒストリー・アンド・ツー、メイク・コンセクエンシャル・アメンド・モンツ・ツー・アザ・アクツ、パーラメント・オブ・カナダ、2013年12月13日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2013年12月13日閲覧。ありがとうございます。